氷川きよし、インスタグラムへの投稿内容に、もしかして好きな人ができた。6月19日に自身のインスタグラムで、5月から取り組んでいるダイエットで6キロの減量に成功したことを報告した氷川きよし。氷川はインスタグラムのストーリーズにジムでトレーニングする様子を写真とともに、小さい時から運動が大嫌い、でも綺麗になりたい、細くなりたいから頑張るの、6キロ達成、あと6キロと投稿。前日の18日には美を好きになった時、本当の自分がわかる、ブーゲンビリアというコメントとともに、ブーゲンビリアの写真を投稿。6月21日にはストーリーズにお料理大好きとエプロン姿の写真を投稿しているため、ネット上ではこれ絶対好きな人いるよね、恋してるんだろうなと反響を呼んでいる。最近の氷川のインスタグラムを見たという人々からは、本当に最近の氷川きよしは普通に綺麗、こじるりと見間違えてしまう写真がいくつもある。今でも十分細いのに、美への探求心が女子以上、好きな人のために綺麗になりたいっていう乙女な気持ち、よくわかるよといった声が上がっています。氷川の美的進化はとどまることを知らないようだ。